皆さんはじめまして。僕は一心寺33観音第2番観音の福です。僕の特技はたくさんの人の心をきれいにすることで心の中に素敵な花を咲かせることなんだ。人の心はきれいにすることにより一層の福を招くことができるんだよ。大きな福を招くことができるように僕も頑張るけれど、そのためにはあなた自身の心構えや行いがとっても大切になるの。どんな綺麗な花もお世話を欠かしてしまってはすぐに花が枯れちゃうんだ。お世話をする自信がない？大丈夫。お花は正直だから、胸を張って心を込めて努力を続けていれば必ず努力に見合った花を咲かせてくれるよ。気持ちが一番大事。胸を張るといえば、一心寺の一心くんは普段はうじうじしていて頼りがいがないんだけど、あの時はすごかったよ。昔悪い人とのお話がうまくいかなくて危なかった時に身を挺して僕を守ってくれたんだ。あの頼りがいのある大きな背中は忘れられないな。普段から自信持って胸を張っていればいいのに。ああ、ごめんごめん。自己紹介からはそれちゃったけど、僕の力が必要な時にはいつでも一心寺に来てね。色とりどりのお花であなたの心を満たしてあげるから。それじゃあ、またね。